はい、今回の動画はフォトスケープで写真にモザイク処理をする方法を解説をします。でフォトスケープではですね、この写真のね、ちょっと隠したい部分とかにですね、このね、簡単にモザイク処理をすることができますんでね、早速その方法を解説をします。でそれではね、今回この写真のね、じゃあこの飛行機のところじゃあちょっとモザイク処理をしたいよといった時はですね、この下のですね、このツールというタブのところ、こちらをクリックします。はい、そうするとここにですね、このモザイクっていうのがありますんで、こちらをクリックですね。はい、そうするとモザイク、低中高とありますけど、例えばじゃあモザイク、この低でやってみましょうかね。こちらを押してこのモザイクを処理をしたいところをね、マウスのドラッグでこういった形で四角形で囲みます。はい、そうするとこういった形でですね、モザイク処理がされるということですね。はい、で、もうちょっとこちらの、例えばこの高高いというやつにするとですね、もうちょっとモザイクのね、この大きさが粗くなるというか、ちょっとね、このモザイクがちょっと大きくなる風な形で処理をすることもできますし、あとですね、この下のこのジッターというやつですかね、こちらをやるとですね、どうなるかっていうと、こういった感じで、こうね、点々点というような感じのモザイク処理をすることもできますんで、このモザイクの機能もですね、このうまく使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。